どの SNS に注力すべきかが見える。 N2P 村上烈です。本日も厳選されたデジタルプロモーションを研究していきます。今回ご紹介するこちら、マイミスドレシピキャンペーン株式会社ダスキンです。 X、Instagram、TikTok にてハッシュタグをつけて対象投稿にコメントで応募完了となるキャンペーンです。それでは烈さん解説お願いします。はい、ミスタードーナツによるアレンジレシピキャンペーンなのですが、ハッシュタグ躍動推し、ハッシュタグ温め動詞、ハッシュタグ凍らせ動詞という新しい食べ方をプレゼンしつつも、マイレシピ推しを投稿してもらうことによって UGC も増やしていこうぜというような内容になっています。オーブントースターで焼いてみたり、レンチンしてみたり、凍らせてみたりと、まあ、テイクアウトしたドーナツをいろんな食べ方で楽しんでもらいつつ、自分ならではのドーナツシーンを作ってほしいというストーリーになってるわけですね。で、応募方法は X、Instagram でコメントをしてくださいという、まあよくある形ではあるんですが、 TikTok でもコメントをすると応募完了となるようです。で、 TikTok でも、Instagram でもハッシュタグをつけてコメントをしていただくというところ、まあなんか Instagram とか TikTok っていうのはハッシュタグをつけてコメントという文化が少ない気がするので、まあなんとなくハッシュタグ投稿なのかなと思ってしまう、コメントなんだ、コメントってとこまで理解できない人も多いだろうなと思ったんですが、そこに関してはちゃんと注意書きで、投稿での応募は抽選の対象外になりますのでご注意くださいということが書いてあると、まあやはり間違いやすいんじゃないかなというところですね。まあ X、Instagram は投稿あると思うんですけど、ちょっと TikTok 気になるので見ていきましょうかね。はい、 TikTok はまあ最近こう運用されてるっぽいので、 TikTok は最近こうちょっと力を入れているっていうことなんでしょうね。で、こちらポチッと押すと、ここにコメントをしてくれっていうことで、コメントこちら見ることができます。94件、結構量があるというところですね。で、まあ、TikTok やっぱキャンペーンとして動画を投稿させましょうみたいなことにすると、まあ公式の広告メニューを活用する形になるため予算が結構かかるんですが、コメントならまあ独自でできるとはいえ、コメントは多分自動的に収集とかできないので、抽選時には目視になります。まあ現状だとね、100名様に当たるんでギリギリ定員割れしているぐらいなのですが、まあ基本もうちょっと増えてって、目視で抽選していくことになるでしょう。そんな TikTok も使ったコメントキャンペーンでした。ちなみに Instagram では10倍ほどコメントがあり、 X はさほどということは、まあミスドとの相性はやはり Instagram が良いということが分かります。まあどの SNS に注力していくか調査という意味でもいいのかもしれません。これであなたの企画もネクストステージだ。ご視聴ありがとうございました。なるほどと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。また面白いキャンペーンがあったらコメントで教えてください。現在無料出張勉強会のご依頼を募集しています。詳しくは概要欄をご覧ください。